続けてやっていきますと、いうことで、エンジドールの街へ戻ってきました。あとレベルちょっと上げました。で、どこに行けばいいのかな。宮廷。あれ、なんか慌ただしい。マリア。私のこと。すまん、人違いだった。その女性が私の劇団の女優にあまりにも似ていたので、ああ困った。セリスがマリアに。これどういうポーズ？あ、なんか手紙があるけど、この人は。あんたマリアにそっくりだね。あの人が落としていたぞ。オペラ座で芝居をやってる劇団長なんですよ。あ、だから団長なんですね。そんな手紙が来たもんだから酔いつぶれて。オタクのマリア、嫁さんにするからさらいに行くぜ、さすらいのギャンブラー。誰なんだこのさすらいのなんとかは。知らないのかい。あ、このテーマは空挺の。正義悪、そんなものとは関係ない世界に行き、ギャンブル場かなの入ったギャンブル場、ギャンブル場の入った飛空艇ブラックジャック号で空を駆ける男。読み間違いがひどいな。まあデフォルトで。世界に1台しかない飛空艇を持っているセッターさ。飛空艇があれば空から帝国に乗り込める。会いに行こうか。で、あ、じゃあオペラ座かな、行けば。南にあるって言ってましたね。確かに白い点があります。まあちょっとレベル上げをしたと言いましたが、ZOZO の町で回転の小切りを手に入れてきました。時計を合わせるやつで何度も何度も試して、もはや時間は覚えてないですね。で、魔石を手に入れたのでボーナスがもらえるんですけど、もらえるっぽいんですけど。で、ラムーが体力プラス1で、キリンは何もなし。セイレンが HP10%。で、ケットシーが魔力プラス1。で、今、カイエン上がったので、次はセリスが上がるので、あ、間違えた。なるべく魔力を上げたいんですよね。セイレーンが開いた。
あ、ファイヤーの方が消費少ないのか。あ、なんか懐かしいな、この音楽。あ、この間の。手紙読んだぜ。セッターが、さらいに来るんだって。劇が盛り上がった時に来るだろう。派手好きなセッターだからな。ふう。ふうがカタカナなのが気になる。よし、その時に出て行って捕まえれば。やめてくれ。芝居を台無しにしたら劇場からクビにされる。あなた団長じゃないの？ならお手上げじゃないの。だから悩んでる。芝居は成功させたいし、かといってマリアはさらわれたくない。さらわせればいい。おとりだよ。わざと女優をさらわせてセッターの後をつける。あわよくば引く手を横取りする。すごく大胆だけど。ダメだダメだ、マリアにもしものことがあったら。だからおとりなんだよ。マリアさんは安全な場所で隠れてもらって。似てるんだろう、マリアは。私。マリアに化けたセリスをわざとさらわせ、俺たちを飛空艇に案内する。セリスのことを守るとか言っておきながら、その発言はちょっと、どうなんだろうな。明暗だ。そんな私は元帝国将軍や、そんなチャラチャラしたことできるわけがないでしょ。マリア、マリア練習してんのかな。結構やる気だぜ、セリスは。あ、オルトロスだ。ワイもセッサーを真似して挑戦状を送ったるけんね。早速準備だ。セリスを大女優に仕立てるぞ。だ、そうか。スルーされたのか。あれは指揮者かな？どういう状況だろう？あ、なんか演奏してるのかな？西軍と東軍の戦いは、日増しに激しくなっていった。西軍ガルー城の戦士ドラクーは、あ、これ作り話かな。激戦の戦地で母国に残してきたマリアのことを思う。
なんかものすごく、なんか音量み、音量あの、霊みたいな声がするんですけど。で、これあれこれが誰だ、どこへ行くでござるか、落ち着いてみよ、行ってやりなよ。どっちあれ、控え室の方に行ってみるよ、大丈夫かな、控え室、あもう8、結局こっちでやってる、ここは危険だよ、通さないよ、裏買った、こっちじゃなかったか、入れないんだけど、あれ控室ってどっち？こっちからもしかして、あ、出れるのか。こっちは違うな。こっちか。綺麗だったっけ？ロック、なぜあの時私を助けてくれたの？好きになった女に何もしてやれずに失ってしまうのはもうごめんなんだけさ。うん、あの人の代わりなの私は、まあ、そう思っちゃいますよね。うん、あ、届けた。似合うぜそのリボン。そろそろ出番だわ。ドラクーの安否を気遣うマリアが自分の思いを歌にする大事なシーンよ。うん、そういえばセリフスにリボンつけてたな、アクセサリーで。最後に台本チェックした方がいいんじゃないか。歌詞、歌の歌詞を読み返しますか。はい。第一コーラス。愛しのあなたは遠いところへ、色褪せぬとはの、はい、誓ったばかりに。これ覚えないといけないんだっけ。悲しい時も、辛い時も、普通に、これを、こんなの覚えられないよ。うん。ここで花を取る。城の最上階のバルコニーまで登り、星空に花を投げる。この芝居を感想の間に、こなしてちょ。2コーラス目までの時間がないので急いでね。団長より、第2コーラス。はい。これ最初だけ覚えたらいいかな、愛しのあなたはで。うん。悲しい時にも、失うあなたは。花を手に取るな。目だったらどうなるんだろう。始まっちゃった。
西軍は敗れ、マリアの城は東軍の支配下に置かれた。東軍の王子ラルスとの結婚を強いられたマリアはドラクグへの思いを捨てきれるの早い。これですね。あ、大丈夫だったのか。これでいいのか。アルス王子がお探しです。アースのお相手を。もう、お諦めください。我が軍は東軍の、早い。この下にいる人たちは何なんだ？そしてダンス、踊れてますね。練習したのかな？する日もあったのかな？よくやったセリフ。オペラじゃない、お前ら気に食わんからオペラ邪魔してやるけんね、オルトロス。まずいぞ、団長に知らせないと。団長どこだっけ。ああ、上か。なんですと。
死軍の生き残りが攻めてきた。何、かかれ。これ悲劇ですよね。待って、実際あまり見たことないんですけど、これミュージカルみたいな感じなのかな。しかしそいつはどんな恐ろしい方法で芝居を邪魔しようと、あれを、ん、プッチシマリアの頭に重り落としたるけんね。 4トンか、予定より重い。そもそもそれどうやって用意したんだろう。これは落とすまでに5分かかる。あ、これもしかして、すごい真似を。右の部屋の裏方さんに声かけてみなさい。舞台上に行けますよ。任せろ。ああ、やっぱりそうだか。しかもなんかカウント早くないかな、これ。はい、団長の命令が一番右のスイッチを下へ。はい。これね。あれ？舞台左の部屋のドアが開いてる。あ、なるほど。急がないと。5分間に合うかな。あーっ、なんか行き過ぎちゃうんですよ、ね、扉とか、なんか。左行って、あ、か、ここに行って、間に合うか。戦闘中も、これ間に合うかな、本当に。大丈夫？サンダー聞く？間に合うかな、ちょっと怪しいんだけど。敵多いし、しかも。
お、なんか増えた。あ、なるほど。あれ倒せば終わるのか。あの、大丈夫、時間。2分20。このメニューの間も減ってるんだよな。あれ倒せばいいから、あれだな。回転のコギリ使おうか。強いかな。あ、強い強い。ただこれ本当に間に合うかどうか怪しいぞ。拳銃使うのもありか。全然ダメだな。精霊もダメだな。いないかな。あ、いないか。ボス戦も、えい、畜生。あ、撃破台無しに。で、ああ、いかん。あの二人が伸びてしまったら話が続かない。一体誰の妃になったらいいんだい。ああ、なるほど。どうすんの、これは。セレスを、めとるのはドラクでも、ラールスでもない肝心のところで噛んだ。世界中の冒険家、このロック様だ。じゃあ、下手くそな演技をしよってからに。黙れ、わてとって、タコの端くれ。あ、タコなのか。お前なんかに負けはしないぞ。前と勝負だ。問答にでもなれだ。ミュージックスタート。こんな BGM もあったかな。記憶にないんだけど。あ、セリスは、戦わないのか。回転のほじり。キャールでいいかな。待ってよ。キリンってなんだっけ？ミス。セイレンは？あ、魔法のいいのかな？必殺系のがいいのか？機械、効かないこれ。ポーションで間に合うかな。あ、危なかった。あ、盗む、やってないや。何も持っていない。
レベル3コンフュ。え、それ引いちゃう？ああ、それはきつい。あ、でも自分で。相手の小切り、命中率悪いな。カッパ友達、友達、何？カッパソング。あ、そういう普段する。ハイポーションで。あれ、対象うまく選べない。こう。で、イエローチェリー。あ、またやられ、それは、いいな、どうしたもんかな。それは死なない、大丈夫。レベル3コンフが効くのがちょっとかなりきついんだけど、何使った今見てなかった。これきついな、どうしよう。なんとか、ロックになって、せめて。うん。ああ、二人ともなのか。あ、とりあえず、こんなは治ったけど。でも、どっちみちまたカッパになるからな。ドレイン、どれくらい引くの？あまり効かない。このまま倒すか。1万ボルトどれくらい効く？そこまで効かないな。あ、いや。アイエン1回すか。で、ここで、ハイポーションで。またコンフィされるときついんだけど。魔法使えないのか。あ、どっちにする？あ、それは元に戻るんじゃないかな。うん、戻った。まあ、それ痛いんだけど。もう攻めるか。倒した。握る。待ちな。あ、そういえばセッパー忘れた。うん、素晴らしいショーだったぜ。セッターだ、約束通り、マリアはもらっていくぜ。あれ、意外な
急展開、ロックの妃となると思われたマリアはセッターによってさらわれてしまった。さて彼女の運命はいかに。パート2を交互期待。パート2とか言っちゃっていいのかな。え、ロックどうするの。守るって言ったよね。後でゆっくり可愛がってあげるさ。ん？何をやったの？立派な女優ぶりだったで、冷やかさないでよ。いや、今何をやったのかが気になる。でもこれからが本番だぜ。第2幕の始まりだ。セッツァーは、来るわ。貴様ら、お前はマリアじゃねえな。なぜ気づいたんで、気づいたのかな、今。お願いセッツァー、私たちベクタに行きたいの。だからあなたの飛空艇が、マリアじゃなきゃ用はない。待って、あなたの船が世界一と聞いてきたの。世界一のギャンブラーともね。私はフィガロの王だ。もし協力してくれたなら褒美はたくさん出すぞ。拙者はドアの戦士、拙者からもお頼み申す。来な。じゃあ、勘違いを、するな。まだ手を貸すとは言ってない。あれ、まず、なんで戦闘が開演なんだ。話しかけますか。帝国のおかげで商売も上がったりさ。あなただけじゃないわ。たくさんの町や村が帝国によって支配されているのよ。帝国は窓の力を悪用し世界を我が物にしようとしているんだ。私の国も今までは帝国と協力関係にあったのだが、もはやこれまでだ。拙者も家族や仲間を失ったでござる。帝国か。帝国を嫌っている点では私たちと意見は同じで、だから。よく見れば、あんた、マリアよりも綺麗だな。マリアさんはどんな人だろう。決めた。あんたが、セリスは俺の女になる。だったら手を貸そう。それが条件だ。待て、そんな勝手なこと。分かったわ。よし、決まりだ。でも条件があるわ。このコインで勝負しましょう。もし表が出たら私たちに協力する。裏が出たら、あなたの女になるわ。いいでしょうね、ギャンブラーさん。いいだろう、受けてたと。いいのか、セリス。もし奴の女なんかになったら。あんなことやこんなことをされるかもしれないでござるぞ。いいわね。どっち？残念だってから裏か。あ、いや、勝ったのか。私の勝ちね。約束通り手を貸してもらうわ。ただ、下を見ただけか。貴重な品だな。これは、ああ、なるほど。両表のコインなんて初めて見たぜ。イカ様もギャンブルのうちよね、ギャンブラーさん。
こんなせこい手を使おうとはな、見上げたもんだぜ、ますます気に入った。いいだろう、手を貸してやろう。帝国相手に死のギャンブルなんて、久々にワクワクするぜ。俺の命そっくりチップにしてお前らにかけるぜ。こんなおんぼろの船がよく飛べるな、落ちないのか。落ちるときは落ちるもんだ。人生とは運命を切り開く賭けの連続。このでかい船で帝国上空を飛ぶのは目立ちすぎる。奴らに気づかれないよう少し離れた場所に降りよう。そうしよう。俺は空挺にも残っていつでも飛び立てるようにしておく。ライトがとしか言いようがない。語彙力がないからな。なんていうのがいいの？光の。多分正式名称はあると思うんですよね。そっか、南の大陸って言ってましたよね。とりあえず、ここで、この町入ろうか。アルブルグの町。帝国に逆らう者は反逆罪で死刑。ここは港町、アルブルグ。帝国に占領された町。帝国兵に賄賂を送らないとこの町じゃ商売はやっていけません。逆らうと痛い目を見るぞ。ここは何かあるのかな、この町は。あ、パブのビジュ。これは人間に初めてじゃないかな。このパブは、帝国兵の貸し切りみたいなもん。なんだ、帝国の人じゃないのね。だったらあっちへ行って。いいぞ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 。邪魔だ。ここはいわば、なんだろう、行ったことないかわかんないけど、どうせギル持っていないんでしょ。ってなんか日本語訳すると、これは、毒ゾンビ暗闇状態を防ぐ。確か酒場とかそういう意味だと思うんですが、現代社会だと何に近いんだろう。お酒飲まないんで、そういうお店とかほとんど行かないんで、まあ仕事のあれで居酒屋とかは行ったことあるぐらいですけど。ガストラ皇帝に頼まれて絵を描くことになったんじゃが、はて何の絵を描いたものか。特にこれを描いてくれと指定されたわけではないわけか。防具や、ジーリハチマキ、司祭の帽子。あ、これは MP が少しアップします。とりあえず2個ぐらいでいいかな。
あ、エドガーのあれ、いい加減直してあげよう。目薬で。あれ、素手になってる。どっちがいいかな？回避率？あ、高防御。こっちの方がいいかな？セリスはあれ、あ、待った。防具屋だっけ？空っぽかるな。あ、空っぽか。舞台に上がった時に全部装備を脱いだってことでいいのかな？北の千、西のマランダにはなかなかいい武器や防具を扱う店があるらしいぞ。ちょっと待って、ここで買うべきじゃなかったのじゃ。私は魔物学者。この大陸にいるモンスターは魔法の力に弱い。はい、ポーション。特に、これといって、ではないか。あの女の人は話してないの。帝国首都ベクタには、この、ベクタはこの大陸のど真ん中にあるのよ。ちょっと。次、じゃあ、ベクタに行けばいいのかな。テンとか、マランダには行けるけど、どうしようかな。まあ、一応、動画はここで終わりますか。